え、なになに、怖い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 。あ、来たな、来たのか。来るぞ。どこだ。これ雨降ってるからレアメタル大丈夫かな。落とし物あるよ。いるな。離れようか。どこにいる？あ、そこにいるな。オッケーオッケー、いいよ、離れていってる。このね、パクパク動いてる方向にいるみたいよ。そっちにはいるな。あたり一面にいるな。そこにいるな。バゲてる？バゲてないな。こっちにアイテムあるね、欲しいな。大丈夫か？落とし物。こっちにいる？あ、やばい。やばい、いるいる。ちょっと待って待って。これ、天然水やばいわ。天然水やばい。天然水は落としていこう。これ重たいわ。入るな。まだまだ行かないとダメね。どうやっていく？いけないな。川渡るか。あ、そこにいる。危ね。怖いな。こっち行けるかな。雨がやばいな。
オッケーオッケー。やり過ごしたかな。やり過ごせたんじゃないかな。なんか泣いてるよ、子供が。大丈夫。もう大丈夫じゃないのかな。オッケーオッケーオッケー。あ、違うの？なんか。あ、なんかやばいよ、赤ちゃんが。どうしたどうした、サム、どうした。赤ちゃんが BB が動かないんだ。大丈夫、一時的に機能は停止するが修復は可能だ。配送センターの設備でメンテができる。この先の配送センターへ急いでくれ。やばいやん。大丈夫か。BT いないの？大丈夫？あ、雨やんが、やんだね。オッケー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 。このいいね、本当に。なんだろうな、これ。BB は稼働負荷が限界に来ると、体内で毒性物質を作り出して、自分自身を攻撃し始めるんだ。つまり、自家中毒を起こす。やばいな、BB。それを回復するためには、配送センターにあるプライベートルームに行ってくれ。プライベートルーム。早く行かないと。これも重たいかな。大丈夫かな。耐えろ。行こう。よいしょ。流れが早い。いや本当に早い。本当に早い。やばい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 。あー、本当に早かった。やりすぎやりすぎ。早く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 運んで、早く運んで。あーぶねー。ちょっと待てよ。快適化して、ちょっと水飲むか。オッケー。難しいな。やっと見えてきた。ちょっと待って、バイクが止まってる。っていうことはもうすぐバイク乗れんじゃないの、バイク。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。もうとりあえず早く BB を直してもらわないと。施設内では武器を強制的にロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。やっとだよ。すごい雨がね、降ってたからダメージがすごい。見させてもらうよ。よく運んでくれたな。ありがとう。あんたは
BT の座礁地帯をくぐり抜けてきたんだろう。伝説の配達人って噂は本当だ。ランクはどうだろう。悪いかな。おー、いいじゃん。こけたけど。こけたけどね。さあ、いよいよだ。キューピッド。サム、UCA 加盟を一つ増やしてくれたな。ありがとう。ミュールとドローン症候群。お、なんか増えたね。いろいろ。カイラル通信がつながった。持ってきてくれた素材とカイラルプリンターがあれば遠隔地のものもここで生成できる。つまり配達人の苦労も減るわけだ。カイラルプリンター頑張って。さっき言ってたね。つないでくれ。よし、カイラル通信がつながった。サム、地下にあるプライベートルームに行ってくれ。 BB をインキュベーターに使う。あ、そうだそうだ。 BB がね、なんか変な感じなんだよ今。プライベートルーム。お、危ない危ない。あ、ちょっと待って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 、とどまれとどまれ。ちょっとこれ入れないと。荷物が多いわ。オッケー。デッドマン、聞いてるか。どうしたらいい。いいか、サム。ポットを取り外してインキュベーターにつなぐんだ。保育器。大丈夫な、なんかもうすごい色なって赤くなってるけど。よし。一時的なストレス状態だ。母親を地球に戻してやればもう大丈夫。母親の子宮。母親はキャピタルノットの集中治療室にいる。脳死状態でな。ステルマザー。そうだ。ビビーはステルマザーの子宮の中で死の世界とつながっている。そして君もビビーを介してその母親とつながっているからこそ BT を感じ取れる。このポッド内の環境はステルマザーの子宮の疑似状態に設定されている。ビビーには常にステルマザーの子宮内にいると思わせる必要があるんだよ。と言っても長い時間騙し続けることはできない。だからカイラル通信を使って最新のステルマザーの環境データと定期的に同期する必要があるんだ。見ろ、キャピタルノットシティで眠っているスティルマザーの子宮内環境データと BB がリンクしてポッド内環境を最新状態に更新している。こうやってスティルマザーの子宮に戻してやればこいつのストレスは一時的に収まる。本当なら母親のお腹にいるべきだからな。元気になった。オキシトシンの分泌量も再調整しよう。
今後はこんなに早く自家中毒は起こさないだろう。だが BB はあくまでも装備品でしかない。あまり入れ込むんじゃないぞ。物理的にスティルマザーの子宮から離されている。そのせいで BB という装備はとても不安定で非常に危険なんだ。対応期間も1年以上持った実例はない。だからこの遠征が終わるまで持ってくれるかどうか。どうなる？ BB を助ける方法はないのか？今のところ BB についてはほとんど解明されていないのが現状だ。カイラル通信がつながって過去の資料が復元されれば何か分かるようになるかも。なるほど、 BB がどうやってできたのかも知らないわけか。あんたの血液に BT が反応を示した件についてだが、ハートマンにも相談した。もうじき検証結果が出るだろう。とにかくあんたも休め。あんたも BB も疲労が溜まってる。おやすみサム。まあ BB が覚えてる何パパお父さんみたいな記憶が何かヒントになりそうですけどね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録は PC の方は画面上のアイコンから、スマホ等の方は下のチャンネル登録ボタンから。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。